こんにちはです。今回はスパス持ち、ユーノシルタマということで、個人的に使えると思った15選手を紹介していきます。アキンフェイマとか他にも紹介したい選手はいたんですけど、まあ、使うかって言ったら自分的には、まあ、体だけで身長もないし微妙なんで、この動画では自信を持ってお勧めできる15選手をピックアップしました。このチャンネルではユーノ選手を中心に投稿したので、見逃しがないという方はぜひチャンネル登録お願いします。アヨデチストナ、スピシュン98のバックスクライブレ。他の能力は85以上がなく、まあ、速さだけって感じなんですけど、まあ、その速さだけで点が取れちゃうんですよね。パブロ・ロハス。ドリブルが86、スピシュン96、ボディコン95、コンアは高めの6。この選手はドリブルしやすいし、シュートがなぜか決定力74しかないのに枠行くんですよね。アイザック・バッセル。スピシュン95、94、キック力以下のフィジカル面が全て80以上。フィジコン85のライブルは少ないんで、重宝しそうですね。伊藤良太郎。ダブルタッチらしく足裏と特殊ダブルタッチができて、ドリブル能力高めですね。グランダーパス高めの82、スルーパス、ノールックパスと、まあ、パスもできますね。ゆるき。ドリブル能力85、92、90と、白玉トップレベルの高さが起こっています。フライパス高めで、まあ、ウィング起用もいいかもしれませんね。ワタイ。まあ、決定力から上が75以上となってて、まあ、高さとフェイキック以外のプレイは一通りできそうですね。まあ、スキルもそれなりに揃ってます。アイエグントシン。スピード96、瞬発力97の2列目。アフリカの選手ということで、フィジカル数値が高くなってますね。アトデヌイユ。フィジカルコンタクトが99、まあ、完走になってます。スピードはないんですけど、まあ、オフェンスドリブル決定力などはもう本当最低がありますね。サム・ボークス。ヘディングジャンプフィジコンが高く、まあ、白スカのクロス蹴にほぼ必須となってます。試合後報酬だけでも6分の1まで絞れるスカウトがあるんで、チャレンジしてみたいですね。コムネン・アンドリッチ。先週メイン賞させてもらいましたね。ヘディング、キック力とフィジコンが高いですね。ダンデル・フラーフェンベルフ。このチャンネルでは何回も言ってるんですけど、センターフォワードでもセンターバックでも、まあ、総合値が変わらないレアな選手ですね。ドリブル決定力とディフェンス系ね、70超えてるんで、まあ、数値通りかなって思います。柿田勇気。ヘディングジャンプ、フィジコンが85以上のポストプレイヤー。次はサープリート・シン。能力がすごい高いってわけでないんですけど、まあ、スキルがいいんですよね。ダブルタッチ軸らとドリブル系持ってて、コンカミドルシュート、ドロップシュート、シュート系もあり、ワンシューワンパマリーシア、あとスパサブ。最高の組み合わせですね。アントニー・ウサバ。爆速でありながらドリブルやシュートも打てます。ワンパつけたら完璧ですね。ワヒドゥラー・ファギル。バランス系のライブレといったとこですね。今回はスパサブ持ち、ユーノシルタマを見ていきました。以上であります。また会いましょう。バイバイ。